皆さんこんにちは、ワンダリギルビーチです。では今回は、アーツバイアン4、ガンダム1年戦争元、連邦軍プレイの続きを行っていきたいと思います。今回のプレイの中では、連邦軍です。モビルスーツを一切使わずに、ジオン軍にね、挑んでいくというコンセプトで進めていまして、なんとかね、反攻作戦がうまくいき始めているという状況です。具体的にはですね、オーストラリア、インド、エジプト、この一帯はね、すでに放棄してあるんですけども、継戦していたオデッサ、そして北米大陸、ニューヨークまで奪還を行っています。今回はその続きですが、まずですね、アジア、特にインド方面ですね、一度放棄しているエリアになりますけども、ここを今回奪還していくというのと、広大なアフリカ大陸にね、侵攻していくために、その入り口となるエジプト、ここの攻略も並行していきたいと思います。で、一方宇宙の方は、ルナ2がジオンの手に落ちて、完全に連邦宇宙軍は壊滅しているという状態なので、生産ではですね、海軍、宇宙軍、これの強化、再建のために、戦艦を建造していこうというふうに思っています。では、早速時間を進めていきたいと思います。製造のね、ラインをちょっとお見せしておくとですね、この後、どんどん奪還していく領域が増えていくにつれ、海軍の工場も増えていくので、もうすでに、マゼラン、サラミス、この辺りを順次建造できるように、旧には入れてあります。で、それとは別にね、すでに建造も始まっているものもありますので、宇宙軍はね、これらでなんとか再建を図っていく。同様に海軍もですね、本来だったらアクアジムとかね、そういったものを作っていきたいんですが、アクアジムはモビルスーツにね、やっぱり相当してしまうというところもあって、あくまでも、駆逐艦、巡洋艦、それと潜水艦、これらにね、頼って海軍も反抗していこうというふうに思っています。では、せっかくね、諜報機関、スパイ雇ってますので、暗号の解読、ジオン軍のね、暗号の解読、これを準備していきたいと思います。暗号が分かれば、より敵のね、迎撃がスムーズにいくでしょうというところですかね。あとはもうこういうふうにね、敵が孤立したところは一気に壊滅させていきましょう。とにかく今は、ちょっとでも早く敵をね、削っていくというところで、しっかり反攻作戦をね、行っていきましょう。では、また陸軍の経験値が溜まってきてますので、ここでさらに、主力戦車、マーク3をね、作っていきましょう。ここまで装甲と主砲を上げてきているので、今回は信頼性をプラスしていきましょう。これでマーク3ですね。主力戦車のマーク3。もうちょっと正確に言うと、61式戦車のマーク3になります。同じようにまた経験値が溜まってきたら、ビッグトレイ、あとは、対 MS、対モビルスーツの自走砲。このあたりもですね、魔改造していきましょう。で、空軍の経験値ももうマックスに上がってるので、500以上たまらないということを、考えて、もうちょっとするとですね、研究枠であと5日かな、コアブースターの2が終わって、で、コアファイターの2になるんですけど、一旦コアブースターの2の研究が完了するのを待ちましょうか。で、あとジェットコアブースター、これマルチロール機の最終形になるので、これの改造だけ先に行っていきます。どう改造していくかですよね。まずはやっぱり攻撃力。エンジン、航続距離、このあたりを優先しましょうか。これで、コアブースターの2、
これがね、最新のものになります。では、ジェットコアブースター2。これが新しく、戦闘機としてね、ロールアウトできますので、変えていきます。空いた研究枠は、まあ、宇宙軍と海軍。この研究に、注いでいきましょう。はい。ご覧のように、北米大陸。まあ、今でいうアメリカ、の部分に関しては、もう完全に、ジオンからね、取り返しているというところで、工場の数とかもね、一気に、好転してきていてですね、ジオン軍逆転してます。師団の数、工場の数、そして死者数、まあ、戦死者数ですね、これも完全に逆転ということで、戦況が一気に我々の方に傾いてきてます。まあ、もちろんね、モビルスーツは使ってません。で、今、ジオン軍の、地球における拠点はこのアデン基地にあるので、アデン基地の方にバスクを今向かわせています。バスク。このバスク隊をね、うまく使って、アデン基地の攻略を行っていきましょう。で、今ちょっと注目しているのがですね、ここなんですね。キャリフォルニアベース。まあ、カリフォルニアの上部にあたる、北側にあたる部分なんですけども、敵のモビルスーツの、まあ、MS 小隊が4つ入っています。まあ、グフも入っていますよね。これをね、一気に壊滅させていこうということで、今取り囲んでいる状態ですね。これは壊滅させたいよな。まだドムは戦場で見ていないので、おそらく、ドムのね、研究はまだ終わってないんじゃないかなと思うんですけど、ジオン軍の方は。これがね、ドムが入ってくるとまたちょっと、変わってくる、強くなってくると思うので、ジオン軍も。まだまだ油断はできないですね。まあでも、あれだけ押し込まれていたところが、まあアフリカ、オーストラリア、インド、はまだまだというところですけどね。北米大陸の大半。そして、ヨーロッパは完全に掌握してますね。このまま行けば、アデン基地もね、しっかり確保できると思うし、インドも奪還できそうです。で、やっぱりオーストラリア手つかずなので、オーストラリアもね、解放していく、ジオンから、奪還していくと。まあ、そういう対応も必要になってくるので、しばらくの間はですね、このオーストラリア攻略に向けた、兵力を少し用意しておこうかなと思っています。で、具体的な集結拠点をどこにするかというのはあるんですけども、インド、あとはマレーシアとかね、シンガポール、タイ、バンコクとか、このあたりの奪還というのは少し先になると思うので、そうではなくて、一回どっか、拠点となる場所を作ってですね、そこから、オーストラリアに強襲上陸をかけていくと。こういうのをね、少し考えておきたいと思います。まあ、海戦も小規模ながら、味方の航空支援もあり、ドズル、のところからね、潜水艦を一隻撃沈したりとか、徐々にやっぱり効果が出てきてますね。このまま、このいい効果が続けばいいなぁと思いますが、モビルスーツがいるところはね、やっぱりちょっと苦戦をね、してるようですけど、ここも MS の正体を、敵のね、MS の正体になりますけど、これをしっかり、潰していく、叩いていく。減らしていく。まあ、そういうね、地道な活動、対応でやっていきましょう。ここもニューヨークでドズル艦隊と、交戦中。まあ、ドズル艦隊といっても敵はモビルスーツですね。我々の方は駆逐艦12隻、なってます。敵のモビルスーツ隊をね、歩兵とビッグドレーで叩いていくっていうね。前もお話してると思うんですけども、師団の編成コストで言うと、もう話にならないぐらい、このビッグトレイを大量に配備した師団、お金かかってるんですが、まあ、それで、なんとかね、生産できる、戦えるっていう時点でやっぱり、
強いなっていうのが連邦ですね。まあ、2、3回前までだと、ちょっともうこれ厳しいなと思ってたんですけど、ひとたび、乗ってくればやれるなっていうのがね、この連邦編になるかなと思います。ちょっと見てたらですね、面白いもの見つけました。ソーラーシステム。まあ、何が起きるか、というと、まあ、180日間、つまり半年間、シビリアンインダストリー、まあ、つまり軍需工場5つ費やすんですけど、まあ、ソーラーシステムがね、発動できるようなんで、これ、やっちゃいましょう。向こう半年間、軍需工場が5つ減るという代償は発生します。はい。そして、ジオンのね、ニューヨーク、ニューヨークに続く拠点として使われていたアデン基地、これの奪還に成功しています。続いて、ジオンはどこに本部を設けるんだろう。もうジオンが持ってるところで言うと、アフリカ大陸、あとはアジアの、東南アジアとかね、それにオーストラリアというところなんですが、確認していきましょう。新しいジオン軍の基地確認しました。このアフマターバードにありますね。ここにも連邦軍迫っているので、このまま陥落させることできそうかなと思います。いや、帰ってきたね。インドを放棄してから長かったですけど、ようやくインド奪還が今始まろうとしているというとこですね。今バスク見てたんですけど、バスクひどいですね、これ。特性病気。指揮官スキルマイナス50。まあ、これは今ちょうど疾患してしまってるので、特別についてしまっている、マイナスボーナスなので、病気から回復すれば治るんですけど、この人物背景。厳しい指揮官。師団回復率。マイナス 10%。これは病気とか関係なくですね。攻撃はプラス1ですが、手段回復率マイナス 10% は、ちょっと痛いよね。ジャミトフはというと、ジャミトフも、ご覧のような特性になってますね。組織者で、計画の立案速度プラス 10%。トリックスターの 25% は結構使えますね。これがジャミトフであり、バスク。ね、ちなみにブレックス順勝、まあ、まだ順勝ではこの当時はなかったと思うんですけど、まあ、これといったものはないかな。ただ元帥まで上がればカリスマはねつけられますね。今グリーンワイヤットとドズルが艦隊戦行ってますね。これは一番強い艦隊出してるので、まあ、なんとかで撃退してほしいな、というグリーンワイヤットの艦隊とドズルの艦隊の戦い。これはまた結果をね、確認していきましょう。で、エジプトはほぼ、全土がね、我々のものにもうなろうかな、っていうところですね。一気に取りに行きます。で、新しいジオン軍の拠点、アフマダバードも目の前です。で今でいう、その、ラオスとかね、この辺りまでも進行してきてるので、東南アジアにもうすぐで突入できるかな、というところまで、陸軍というかね、地上戦の方もうまく推移してます。はい。ジオン軍の新たな拠点がダーウィンに移動しています。オーストラリア攻略は少しまだ先になるかなと思うので、今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回は、このダーウィン基地攻略を行っていきたいと思います。